桜の舞う季節、誰よりも愛しいあなたは私たちの前から消えてしまった。かなこに線香をあげてくれ。かなこはそこにはいないと思う。じゃあどこにいんだよ。わからないけど。俺だってさ、辛いんだよ。ごめんなさい。会いたい。おめでとう。なんとか生まれました。抱かせてもらってもいい？知ってた？かなこの右の手のひらにほくろがあるの。かなこの生まれ変わりだと思うの。かなこはもうこの世にはいないんだよ。ママ。けんちゃん誰にでもママなんだから。ママなんて言われたの久しぶりで嬉しくなっちゃって。先輩、あの人のこと弱い人だと思ってますか？ううん。この子はね、男にできないことをやってるの。約束だよ。それは一途な願いが手繰り寄せた愛の奇跡。ありがとう。桜、再びの加奈子。